おはようございます。ラスカルでございます。今日はね、ちょっと久々に29歳に来まして、もう見えてはいるんだけど、じゃあね、巨大ハンバーグを食べたいという僕のわがままに付き合っていただいて、今日は5キロハンバーグでございます。見たことない、こんなの。見えるかな、こっちで。うわ、これやば。冷めちゃうんで、はい、早速いただきます。いただきます。よっと、フォークとナイフ。いや、わかる。食べ方は任せますよ。これ、とりあえず、すごい。いや、うわ、肉汁がすごい。よいしょ。ちょっとこの断面を。いいよ、こいしょ。何これ。こんなハンバーグ見たことないですよ、これ。あ、ちょっと、あ、でかすぎた。でかすぎたけど、いや。ちょっとね、こんなに見える。すごい。いただきます。焼きたて熱っ。びっくりした。うまい。よっ、ちなみにね、今回のハンバーグあまりにも熱いから火入れにね、40分かかってるみたい。いいよ。そしたらこっちかな。そしたら今回もこの2種のソース、オリジナルソースとこれが醤油ベースのソースかな、の2種ご用意いただいたんで、とりあえずまあオリジナルソースからかけようかな。で、今回ね、まあ、あまりにも大きすぎるから、いつものハンバーグの硬さだとちょっとできないので、だから普段提供しているハンバーグよりも少しね、硬めに練ってもらってるんですけど、十分飲めるぐらい柔らかい。普段が柔らかすぎるからさ、もうほんとこれ硬くしてでも飲める。
お肉の方はほぼほぼ半分ぐらい完食でございます。野菜も、重っ。醤油ですわ、うまっ。いいよ、お、ありがとうございます。やった。見えるかな？ベリーソース。これが合うんだよね。うまいのよ。ちょっとベリーは中でぐちゃぐちゃになっちゃうんで、リップで見えるかな、こんな感じ。うん、
最後のやつ。今多分ね、出来上がってから2、30分が経ってるのかな。まだね、熱々でございます。すごい、やっぱでかいと冷めない。ごちそうさまでした。ということで今ね、5キロハンバーグ完食いたしました。にじくさんに最近お願いするとね、どうしてもお肉だけじゃなくて、いろんなものね、付け合わせたりしてて、いろんなものを付け合わせたりして作ってもらったりしてるんですけど、やっぱね、お肉屋さんなんで、抜群にやっぱお肉がうまい。久々にハンバーグ食べました。ぜひね、お肉ももちろんなんですけど、他の料理も美味しいお店なんで、飲みに食べに来てください。以上、ラツカルカラでした。じゃあね。